藤原京太さん、プロ6年目、今年もダメそう。このまま平沢コースへ。いじめっ子の限界平沢は知らん。もしかしてあの時の最強大阪桐蔭からプロになったやつで一番生き残りそうなのって巨人横川。本当大阪桐蔭のやつってろくなプロいねえよな。さすがに平沢よりは打撃センスあると思う。平沢こんな守備ひどくないやろ。万歳高一驚愕したわ。肩が強くない加藤翔平じゃん。守備やしないし潰しも効かんよな。きついやね。バレッコもガッツポしてるやろな。結局広島小園が一番当たり合ったことになるんか。ロッテは育てられない論あるけど、平沢とこいつはそもそも素材として大したことなかったんやろ。ロッテは高卒やしドライチで取らない方がええやろ。当たれば儲け者の買い指名で取った方がええわ。ネオの世代も平沢の世代も微妙やという結論出たやん。高昨年に外さなければええのや。肩の怪我してなくてもあのフライ処理さな。怪我自体は高校時代からボロボロやから。平沢って育成失敗ではあるけど、藤原と比べたら良い選手だよなって思う。結局相対的なものもあるからの天井が低い世代やったんやろ。応援歌はかっこいいから誰かに流用してくれ。平沢だって1年目はファームでそこそこ打ってたのに、あんなに当たり扱いされてたのに、一番活躍してるのが外れ扱いされてた選手とか皮肉なもんやな。ご視聴ありがとうございました。